こんにちは、クリッカートミーです。メルセデスベンツの C クラスは FR 系メルセデスの中で最もコンパクトなモデルとなります。その先祖は190シリーズで、かつては日本の5ナンバーに収まるサイズでしたが、現行モデルは3ナンバーサイズとなっています。今回試乗した AMG C43 フォーマチックカブリオレは、全長4693mm×全幅1810mm×全高1402mm で、5ナンバーだった190時代に比べるとなかなかの大きさですが、それでもメルセデスの中では小柄で取り回し性もいいという印象です。搭載されるエンジンは V6 の3リットルで、最高出力は390馬力、最大トルクは520ニュートンメートルにも上ります。従来型エンジンに比べて23馬力の出力アップが行われていて、動力性能的にはかなりのパワフルさを感じるものとなっています。駆動方式はフルタイム 4WD ですが、トルク配分は31対69とかなりリア寄りとなっていて、この配分がナチュラルなハンドリングを生み出す大きな要因の一つとなっています。まっすぐ走るだけなら4輪に均等に駆動トルクが配分されていればいいですが、車はコーナリングをしなくてはなりません。操舵を担当するフロントタイヤに駆動力が伝わりすぎると、コーナリングに使うためのグリップが減ってしまいますが、このくらいの配分だとちょうどいいフィーリングで、安定した加速とコーナリングの両立が可能となっています。 AMG C43 フォーマチックカブリオレには AMG ダイナミックセレクトと呼ばれる走行モードセレクターが装備されており、エコ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、インディビデュアルの5種のモードを選ぶことができます。最もスポーティーなスポーツプラスは、サスペンションもかなり硬くなり、エンジンの吹き上がりや変速タイミング、変速スピードもスポーティーなものとなります。このモードで走った時には気持ちのいい加速とハンドリングを楽しめます。最も柔らかなコンフォートは、見事なほどにコンフォートな乗り心地となり、かなりゆったりとした走りになります。このダイナミックセレクトはクルーズコントロール時のレーンキープ機構にも影響します。スポーツプラスモードで走っている際にちょっと硬すぎるなと思ってコンフォートにすると、乗り心地自体は良くなりますが、レーンキープでの追従性はダウンしてしまうので、それまで車線内を走っていても同じペース、同じ回転半径でも車線内に収まりきらないことも起きます。AMG C43 フォーマチックカブリオレの価格は1023万円です。 S クラスで最もリーズナブルなモデルが1116万円ですから、ほぼ同レベルと言っても過言ではないでしょう。圧倒的存在感のある S クラスとほぼ同価格のコンパクトなカブリオレ、しかしその中身はパワフルでスポーティーなもの。これを選ぶのは相当に贅沢でかっこいいと思います。